はい、皆さんこんにちは、イザノナ TV のマッチです。今回もね、特訓バトルやっていきたいと思います。ということで、新超激戦で、アラレちゃんの覚醒メダルを集める、超激戦が追加されまして、既存のね、あのコラボガチャで排出される、体属性のアラレちゃんと、あと今キャンペーンで、ツイートすると配布されるという、地属性のアラレちゃんが同感覚醒するということで、やっていきたいと思います。パーティーとアイテムはこんな感じです。で、まあ、パーティーはね、ご覧いただいたら分かるように、ガチパーティーです。もう僕の、できる、まあ、考えられる最強のパーティーで、夫人でねやっていこうということで、まあね、あのベジータがアニメで言ってましたけども、ギャグ漫画のね、キャラクター何してくるか分かんないので、まあ、こちらもね、全力でいかなきゃなということで。で、まあ、多分一番最後に、その、ドッカン覚醒する体属性のアレちゃん出てくると思うんですけども、そこでね、うんちを二重書きして、で反撃の ラッシュで、倒していければなと思います。で、まあ、ドッカンバトルやってて辛いのが、まあ、こういう同じキャラクターが同じターンに、最初のターンに来ちゃうっていうのが、まあ、一番辛いんですけども、まあ、この悟空を、まあ、どっかでバーダック、技属性のバーダックと相性がいいので合わせなきゃいけないっていうのと、あとこのベジットをね、分かりさせなきゃいけないっていうことで、まあ、そういった操作がちょっとめんどくさいんですけども、まあそこはね、まあ、運要素といいますか、ランダムで決まってるので仕方ないんですけども、しかしね、結構な確率で、あのフレンドとリーダーを同じキャラに選ぶと大体同じキャラかぶってくるっていう、あのそういう事案が結構ありますね。まあ、まずは、で、アラレちゃんのキャラクターカードは、まあ、いわゆる全属性、子属性の全部、まあ、入ってるじゃないですか。なので、まあ、連戦ですけども、何連戦なんでしょうね。なんか、全員出てきたらめんどくさいなと思うんですけども、まあ、なので一応僕は全属性入れてきてるんですけども、で、まあ、何属性来てもいいように、まあ、やはり、ね、汎用性の高い防御キャラクターじゃねえばはね、まあ、唯一極属性で入れてるんですけども、まあ、あとはゴジータはもう属性関係なく、必殺攻撃が有効なので、まあ、困ったらゴジータとジャネンバのコンビで、といってもあの2人はまあ、ドッカンバトル1周年、今年の2月に実装された、キャラクターですけれども、まあ、結構古いキャラクターってみんなこう使えなくなってしまうというか、置いてきぼりにされてしまう傾向がありますけれども、やはりこの1周年記念として出てきたキャラクターなだけあって、やはりこう年を越しても使えるのかなといった感じですけれども、ただね、あの覚醒した後の体属性のアラレちゃんの、リーダースキルがですね、全属性の記録プラス3、HP、アタック、ディフェンス 30% アップと、まあ、ステータスアップの倍率は低いですけども、全属性に記録補正とステータスアップがかかる、リーダースキルということで、まあ、正直、ゴジータよりもそこに関しては上ですよね。なので、ちょっとゴジータのね、立場も少し危うくなってるのかなと。って感じなんですけども、で地属性なんですね、次体属性の時に出てくるのが。でも地属性に関してはベジットブルーが2体入ってるので、それで問題なく来ましたね。その次に覚醒した後のアレちゃん、これはあれですか、体属性と地属性が交互に出てくる感じなのかな。でもういきなり不意属性で受けなきゃいけない感じなんですけども、バーダックと悟空はね、ちょっと分けたくないので、まあ必殺は封じするのでね、多分このターンで死ぬってこともないと思うので、ちょっとこのままでいきたいと思います。まあ、できればアイテムはね、最後のステージに温存しておきたかったんですけども、まあ、あと何ターンあるか分かんないですけども、一応先頭ね、いくつ使っておきたいかなと。本当にこのバーダックと悟空のこのコンビ、まあ親子ですけどね、親子だからこそなのか分かんないですけども、非常に強力なアタックですよね。正直
僕の LR 悟空は必殺レベル10のままなんですけども、正直もう上げる必要ないんじゃないかなとか思ってますね。正直もう十分もうこのタッグで強いので、まあ正直もうちょっと強力なキャラクターでこういうのパーティーに相性のいい必殺と封じキャラが出てきてくれると、まあパーティーとしては完成するんですけどもね、やはりこのバーダックはエラル悟空と相性がいいということで、使えるんですけども、やはり他の必殺封じキャラがちょっと、まあ、ジャッキーチューンだったり、まあ、技属性パーティーに入れる分すごいここはパッシブスキルでね、ステスも上げてくれるのでですけども、やはりこうあとまあ2倍ですよね、正直なところ言うと若干キャラクターが弱いですね、必殺封じキャラだって、なのでもうちょっとね強いキャラクターで必殺封じが来てくれることをちょっとね言いますね。あ、もう最終ステージですね。じゃ4連戦ですね。耐属性、地属性で、属感後の地属性、耐属、属感後の耐属性という感じで、まあ、まずお化け使って、で、ここで必殺を封じておきましょう。で、多分次のターンで、ベジットたちが出てくると思うので、そしたらもううんち虹分けして、この間のセルの時みたいに、反撃ラッシュで、片付けていきたいなと思います。で多分多分次のターンで終わると思うんですよ。なぜかというとそのパーフツールは必殺じゃないととどめさせなかったんですけども、このアレちゃんは反撃でも通常攻撃でも HP0 にすれば勝てるということで、まあ、特にねさっきのところで特筆されてなかったので、まあ、正直僕と個人としては、お坊ちゃまんくんも同感覚醒してほしかったかなっていった感じですね。あの子もすごくこう、あられちゃんと相性が良くて、あられちゃんのサブにね、非常にいいキャラクターなので、使いたかったですね。まあでも、お坊ちゃまんくん十分強いですからね。長撃戦とかにおいては、アタックとディフェンスが 60% 上がるってことで、まあ、十分この耐属性の毒感覚醒後のアレちゃんサンドのパーティーの中に入れても十分やっていけると思うので、まあそうですね、そういうパーティーを組んで遊んでみようかなと思ってます。うんちの二重分けってやっぱ強いですね。ギャグにはギャグよってことでね、最後はうんちでね畳みをさせてみました。ではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしたいと思います。さよなら。